じゃあまずは23歳の1年はどんな1年でしたか？はい、まあ、23歳の生誕祭を本当1ヶ月前ほどにやらせていただいて本当にありがとうございます。開いてくださってます、本当に。だからほぼほぼ言ってしまったんですよ、23歳の出来事言ってしまったので。でも本当に最近の近況報告で言いますと、コンサートとかライブをたくさんやらせてもらえることが増えて、コロナ禍でステージに立てるありがたみを改めて感じた上のコンサートだったので、やっぱ皆さんがいてのコンサートが一番楽しいなって感じたし、やっぱコロナ禍で自分と向き合う時間が多すぎてしまったがために後ろ向きになってしまうことがすごいあったんですね。だからいい意味でレッスンとか忙しい期間で前だけしか向けなかったんですよ。だからそのおかげでなんか自分も与えられたものにどれだけ食いついていくかみたいなところもあって、とにかく前だけを向けて23歳は終わったような気がしてます。はい、じゃあ続いて24歳の1年はどんな1年にしたいですか？なんて言おうとしたんだっけな、24歳、あ、そうです、あの行動に移す1年にしたいなと思っているんですけど、まあ、本当こういう状況なのでなかなか活動も少なかった時期もありましたし、本当に悩んだり考えたり頭の中で考えることは多くても、それを行動に移すことがなかなかできなかった、したくてもできなかったんですね。で、私の場合性格上頭で考えても明日には忘れちゃうとか、本当にあの考えるより行動に移すタイプの人間なので、やっぱ AKB っていうありがたい環境にいさせてるうちにいろんな経験をしていた方が絶対にいいと思うし、私も劇場が好きだからこそいろんな景色を見ていろんな知らないものを知って、知った上でこのステージに立てたらまた成長するんじゃないかなと思っていますので、24歳はちょっと冒険しにお出かけしようと思っています。まあ劇場にはずっといるんですけど、やっぱ知らないことを知ってたくさん吸収して成長できる24歳でいきたいなと思います。じゃあ最後に素敵な生誕祭を開いていただいたファンの皆さんにお願いします。はい、本当にここ1ヶ月ちょうどあったぐらいの期間で準備って絶対大変だったと思うんです。本当にありがとうございます。そして横断幕も私が分かるように分かりやすい英語で書いてくださって本当にありがとうございます。そして23歳の生誕祭とはまた違ってね、最前列にお化けちゃんがいたり、あのね、最前列に私かないるんですよ。なんかよく見たらね、すごいガタイがいいので、最近そうメンバーとすごいがたいよねって話しててちょっとめくったんですよ。中ペットボトルでなんかシックスパックみたいになってるの。だからそういうとこも凝ってくれてるのかなと思ったら、本当にユーリーファンの皆さんは本当にいつも優しくて、今日もね拍手がすごいねって裏でマネージャーさんから言われたぐらい、皆さんがやっぱ何かこう気持ちをユーリーに届くようにっていう何かがすごい伝わってきて、すごい改めて自分は幸せだなと思いましたし、なんか最近よく思うのが、なんか私ってあんま気持ちを伝える、言葉で伝えることが本当に苦手で、だから皆さんが思ってるユイリーと私が思うユイリーって多分絶対違ってくると思うんですよ。でその時に多分今ではいろんなアイドルのあり方がもう存在すると思うんですけど、私はやっぱちょっと変わってるんですよ。普通のアイドルじゃないから、皆さんが思ってるようなユイリーじゃなくて、ちょっとんって思うこともあるかもしれないんですけど、もし皆さんの中で理想のアイドル像のユイリーじゃないとしても、人として好きになってもらえるユイリーで入れたらなと思ってるので、私も皆さんにはいい意味でファンとしてじゃなくて、もう一人一人ファンじゃなくて人間として接してますので、なんかぜひ私のことを人として好きになってもらえたらなと思います。あと一個この公演やってて感じたことなんですけど、なんか本当に自分って愛されてるなって思ったんですよ。なんかそれがね、幸せって幸せだし、あと本当にチーム4が好きだなって改めて思いました。なんかあの3年間このチームでやってきましたけど、やっぱ自分がキャプテンでいいかなってすごい思う時やっぱあるんです。でも前説ちゃんで
今日本編に出演しないきょんちゃんがあんだけ盛り上げてくれたりとか、まあ、今日は一緒に立てないかったけどチーム4のメンバーがいてくれたり芸人メンバーがいてくれたり人の誕生日のためにこんだけお祝いしてくれたり髪型をリンゴにしてくれたりなんか本当に自分って愛されてるんだなってなんか感じちゃってなんかもう幸せすぎてもう大丈夫ですもうもうなんか幸せすぎてお腹いっぱいでなんか、うん、なんかみんながいるからやっぱ自分はキャプテンをやれてるしなんかみんなも多分人見知りだったりいろいろ表に出せない部分が多いからこそ自分がもっと頑張らなきゃなって思わせてくれるのでちょっとこれからいつなんか粗悪とかあるかは知らんけどなんかできる限りなんか自分ができることはしっかりやっていきたいなってすごく今日の公演で改めて思いました。なのでこれからもチーム4のこともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。幸せです本当に。ありがとう。